シドマス死者は、イギリスの死者区位。連合王国貴族。首相を務めたヘンリー・アディントンがジョイされたことに始まる。なお、アディントン家は、シドマス死者区位以外の爵区位を持たない。初代シドマス死者ヘンリー・アディントン政治家ヘンリー・アディントンは、首相退任の翌年にあたる1805年1月12日に、デボン州におけるシドマスのシドマス死者区を授けられた。 その孫にあたる三代子者ウィリアムは、就職前にディバイジーズ選挙区選出の庶民委員議員を務めた。彼が1913年に没すると、息子のジェラルドがその後を襲った後、その直系男子によって爵位は受け継がれた。しかし五代子者ジェラルドが男子なく死去したため、爵位は弟レーモンドが継承した。これ以降は、 彼の直系男子によって現在まで、爵位の継承が続いている。六代子者の孫にあたる八代子者ジェレミーが、シドーマス子者加減当主元頭首である。一族の邸宅は、ビルトシャー州カーン近郊のハイウェイマナー。かつての一族の邸宅は、デボン州、アポテリーに位置したアポテリーマナーやバークシャー州、レディングに所在したアーリーコートがあった。爵位にかかるモットーは、 経験なる王の下の自由。皇帝推定相続人は、元当主の息子ジョン・アディントン閣下。ありがとうございます。